湯浅健は、埼玉県の出身で、元日本陸軍軍医、医師、中国機関車連絡会の会員。第二次世界大戦中、日本陸軍の軍医として、中国で勤務、軍務として、生体解剖を行う。戦後、戦犯容疑者として、中国の戦犯管理所へ移送されるが、中国の人道的な対応に接し、自身の罪を強く認識し深く反省する。 基礎免除の判決を受けた後、日本へ帰国する。帰国後、中記連の会員として、反戦兵は日中友好運動に参加する。自身の戦争体験、特に生体解剖を証言し、戦争の愚かしさを伝える。1942年3月中旬、目的は第36師団の野戦部隊の軍医教育のための演習として行われた。 第36師団より11から12名の軍医、ロアンビク軍病院より、新人軍医5名、その他2から30名が参加した。被害者は、野良木姿の中国人、男性2名。1名は大柄で額が広く態度が落ち着いており、もう1名は小柄で顔色の黒く動揺していた。演習内容は、腰椎麻酔、全身麻酔、盲腸炎、死死の座滅層。 腹部貫通重層、後頭損傷。演習後、未だ呼吸が続く被害者に対し、心臓へ注射器による空気注入、首を締めることによる首動脈圧迫、上脈への麻酔注射によって死亡させる。1942年秋、西村刑事中佐が教育責任者となり、第36師団から、宇治家少佐及び組が参加した。 被害者は、憲兵隊よりもらい下げられた、中国人、男性2名。長官の法合、野戦機関切開機による、機関切開、雁骨骨折を予想しての制服手術、抗眼的出。1942年12月。第一軍からの命令による、軍医教育が、大元の貿易給水部において、三政省各部隊の軍に40から50名が、 集められて行われた。この際、体玄関国にて生体解剖を実施した。被害者は中国人男性4名。その場に起きて拳銃で腹部を銃撃し弾丸の摘出手術を行う。その間、同時に死死の切断、帰還切開を行う。1944年4月、ロアン陸軍病院で諸務主任に任命される。 この時、軍医の質の向上のため手術演習を増やすことを求める北市方面軍からの極秘命令を目撃する。この命令を受けて、湯浅は、年6回の手術演習の計画を縦病院長へ提示した後、第1軍と北市方面軍の軍医部にそれぞれ計画書を提出したが、作戦や、その他諸事情のため、敗戦までの間に行えた。 手術演習は3回だけであった。1945年3月、ロアン陸軍病院から、独立不評第五警備隊へ派遣される。そこで大賀家賃に、本部のある大隊の高級軍員に任命される。この部隊ではしばしば初祖地軍に対する、相当作戦を行い、湯浅自身も出動した。この総当作戦の際、負傷した八祖事軍兵士を銃殺する場面に、 立ち会っている。1946年6月、老化工作戦で、第12軍は老化工で、国民党軍に包囲され離脱できずにいた。第1軍は包囲の圧力を軽減させるため、国民党軍を牽制するよう命令されたため、第5独立警備隊は、三政省の他の部隊を指揮し、この任務に就くことになった。 大ヶ谷鎮から補給を受けるためか南ん紹基地に向かった後、指示された部落で集結した。この途中、地雷を避けるため、部隊の戦闘を付近の住民4から5人に歩かせたり、日本軍を避けるために無人となった村で略奪などを行った。部隊集結後、川間作戦を開始する。この作戦は、国民党軍が占拠する。 川道口と感動口という二つの拠点の攻撃が目的である。川道口攻略では敵の強固な統治下に阻まれ激戦となったものの占領するに至る。ついで感動口攻撃では街を覆う強固な城壁と構勢の国民党軍に阻まれ突撃に失敗し部隊は撤退した。この時の突撃では砲撃して 城壁を破壊した後に突撃を行う予定だった。しかし、火力不足により、城壁が破壊できずにいたにもかかわらず、大隊長は、船田中隊長に対し無謀な突撃を強要した。結果、船田中隊長は、戦士、同中隊は、多数の被害を出す結果となった。大茅場鎮の大隊本部に帰還すると、湯浅に、ロアン陸軍病院への期待命令が届く。 1945年7月中旬、第五独立警備隊本部へ出頭した後、ロアンへ向かう。途中、深刻のため大元の第一軍軍医部へ寄った後、毛腸と腹膜炎を併発し、大元陸軍病院に入院した。大元陸軍病院に入院中に敗戦を迎える。当時は、重大放送が行われるという指示を受け、 病室で敗線を伝える天皇のラジオ放送を聞く。病院は敗線の方に最終騒ぎとなったが、湯浅自身は、この事態を平静に受け止めた。ロアン陸軍病院が大限へ撤退してきたが、撤退時には、衛生資材を、焼却命令を受け、搬送できない、重症患者を毒殺したという。ロアン陸軍病院は、大限で、 貿易給水部に合流したため、湯浅は退院後、貿易給水部へ移った。実験を隠蔽するためか、生態解剖に深く関与した傘注意ほか数名は、すぐに、北京へ転属となった。貿易給水部に合流した、陸軍病院で、内科病室付け研教育隊付け国として、勤務すると同時に、退位へ昇進する。山西省の日本軍内では、 三省省に残留し、親日的な国民党や遠釈山に協力し、中国を強固とすることで、日本の米国支配を打開するという運動が広がった。湯浅は、この運動の趣旨とは別に、三省省に残ることを決める。その理由は、中国人にも残留する、日本人に意思が必要だと考えたからだった。1945年12月24日、 ロアン陸軍病院は中国側に接収、部隊は北京に引き上げる。この機会に、湯浅は、離退し、三成共済病院へ移籍した。同病院は中国側の管理下にあったものの、日本人居留民のために、須藤医師が経営していた。正式の医師3名、現地採用の医師3名、看護婦は日中合わせて10名程度の規模だった。ありがとうございます。